限界突破について教えよう。限界突破とは武器、限界突破は武器強化と同じく練成施設で行える。限界突破させるものと同じ武器をもう一本持っているときに可能なのだ。よし、このリズビットをやろう。お前の武器と合わせ練成所へ持って行って限界突破。
だ。バッ。ああ、お前が残念がるのも無理はない。だが生きていれば、再び我らはどこかで出会う。では。今回は戦闘に突入した際、攻撃対象は自動で決まっている。だが優先して倒したい敵がいれば指定して攻撃することが、攻撃対象を変更する際には指定したそれで攻撃対象が変、優先したい敵とは持っているスキルの属性が有効な敵や一撃で倒せる敵などだが、師匠と弟子だからお前はお前で頑張れ。では次の戦闘指南で会おう。来てくれよな。攻撃には物理と魔法があることを教えよう。基本的に武器などで直接殴るのが物理、魔法など間接的に、どちらがより有効かは論より証拠だ。雪山と草原にいるこの身、やつらはその辺り一帯に咲く。おかげでのどかな延べが台無しだ。だが奴らには言葉での、そこでお前にその魔物、奴らには物理での攻撃があまり効かない、魔法を使って倒してくるといい。さあ身をもって叩く。
この身を退治してきたな。物理攻撃には強いが魔法攻撃には弱い、あるいはその逆という相手がいる。もしうまくダメージを与えられないと思ったら、試しに攻撃方法を変えてみるんだな。そうだ、お前は冒険者の加護で死んでも生き返るわけだが、その場で何度でも生き返られるわけではないことを知っているか。1日3回まで。これボスによってはお前を魂レベルでバラバラにしてしまい、即時再生は冒険者だからと信じて油断すると足元を救われるぞ。というわけで、より慣れろだ。試したらまた俺に報告に。Thank you.
のことを理解できたか？チェインは意識しなくても発生する。だが、意識して発生させ、増やせるようになれば、よりお前の冒険者としての未来がますますと。バトル首相の戦闘のこと、そんなお前にまた一つ指南してやろう。攻撃したり挑発したりすると、この怒りを俺たちバトル業界では敵のヘイトが高まると、その攻撃対象はお前に向くわけだ。つまりそうすることで、パートナーや仲間を敵の攻撃対象からそらして守ることということで、試しにノニオークと3回戦ってくるのだ。実戦でこのヘイトをつかみ取の仕組みは分かったか？攻撃をするより挑発した方がより多く敵うまく戦いに利用する。そんなわけで俺様のバトルシナフィーナ
辺はどうだ？そうかそうか、いいことってのは続くもんだ。俺からもお前らが身につけている装備は色を変える、染色薬は染められる色ごとに種類、赤染色薬の染色用の薬は赤なら茜の実、青なら愛、緑あとはすりつぶした石灰石と、今回は愛を集めてきたら青染色薬